村市内からの時間行で寺に通りかかりました。おはようございます。四万十中村へようこそ。お久しぶりの。遅いかな。申し訳ありません。お待ちしてましたよ。ありがとうございます、はい、今日張り切って行ってまいりましたので、この分を取り戻していきます。おはようございます。おはようございます。もうおはようじゃないよ、もう昼だよ。昼、現在時刻は、はい、11時30分35分でございます、はい、こんな時間からで大きな浜からの続きを行くわけです。今日は暗くなることを覚悟していきましょう。いきます、はい、では行ってらっしゃい。はい、先日の雨で流されてしまっているので渡りやすいところを探していきます。はい、流れが急なところを行きたいと思います。そうだね、はい、海側に。ただあんまりそっちに行って深くないかどうかもちゃんと確認していこうか。はい、でちょっと待ってね、指さしてくれる。もともと橋があるのがどっち側だっけ。あちらですね。うんうんうん、映るかな、見えるかな。うんうん、あーそうだね、はい、そこが橋だね。ちょっとずつしましょうか。ずーっとこれですね、橋がね、見えるか。これで意外と深いぞ。そうですね。うん、ちょっと様子見ようか。20センチないぐらいですかね。進んでますが、うん、流れも結構なので、うんうん、はい、渡れました。はい、というわけで無事渡れました。はい、ビビリの秋葉原でも渡れましたよ。皆さんご安心ください。はい、こちらね、海の近い方で渡れます。登るところは橋のあっち側なのでちょっと戻ります。名残惜しいね、海ね。こんにちは。こんにちは。今、沖の浜を出て民宿マリンさんを過ぎたい。今ここの辺の道に入っていきます。はい、さっきのバス停のところからすぐだね。そうですね。マリナ13キロ太りましたが、5キロ痩せたのは秋葉原でした。何ですかそれ。最近の近況です。藤田さんは最近年齢とともに老眼が入りメガネになりました。はい、以上近況です。大きい道路の隣の一本奥の道を歩いております。すごい静かなんですけど、秋の虫たちの声が聞こえてて、すごいのんびりした道になっております。はい、このまま歩いて地面を向かってきます。大通り戻ってきました。
今回秋葉ゆかちゃんの秋のお遍路道の続きでございますが、大きな浜から歩いてきまして、先ほどゆかちゃんが言っていたように一本旧道を歩いてまた国道の方に出てくるわけなんですね。そうしますとここも難しいですね。秋のお遍路授業の時に、お会いしました大きな浜おかみさんがいましたので、そのおかみさんのところの民宿大きな浜に来ました。さてここはバス停がですね、見てみましょう。小浜というバス停がありました。この先またもう少し行ったところで、また旧道に入って、そして新根山で向かっていく道です。新根山での道のりは残り10キロとなっています。ところですごい大きな蝶がいましたね、はい。今日すごく雨上がりということが多いですね。では、続きまたゆかちゃんに進んでいってもらいます。バス停の名前は、バス停の名前は総浜ですね。なるほど、はい、はいはい。ってことはここから、ここからすぐのちょっと歩いたところに、うん、また旧道に入る山道に入る道があるそうで、ちょっと先まで行ってみます。ってことは旧道に入るところを逃したってことかな。そうですね、全然気づくことができませんでしたね、はい。しかして探していた脇道はこれなんじゃないか。はい、そう、そうか、はい、うんうんうん、どうやら一筋縄ではいかない道のりのようですぞ今回。そうですね、見つけられなかった本当に、うん、すごい注意していたつもりだったんですけど、やっぱりつもりなだけで、ね、見つけることができませんでした。ちょっと勘を取り戻していこう。このうん、この池の谷から入ってって、うん、この旧道にぶつかるとしたら、総、うんうん、浜から来た、うん、来るべきはずの道と、うん、今から向かう道が合流するってことじゃないですか、うん、なるほど。その総浜からの、うん、それっぽい道が見当たらなくて今ちょっと不安になってます、うんうんうん、はい、あ、なんか書いてるね、遍路道、うんうんうん、はい、は、その横の石には何て書いてる。なんだろうこれは、こちら自分の人はこう見てきたら、うちらはこっち、なるほど、はい、うんうん、38番金剛福寺足摺方向、うちらが来た方向だね、がこっちですね、うん、こっちで、うん、39番札所、うん、がこっちになってるんですね、うん。この先に分かれ道が2つあるから39って出てるんだ、うん、じゃあこっちで、うん、はい、はい、時間かかりました、はい、すいません、はいはい、脳内地図がようやく合点がいったようです、はい、あるんですけども、ちょっと今状況が分からなくなってしまったので一回道出てみます。はい、はい、犬に動揺しましたね我々、はい、今大通り戻って雲物宿が見えました。じゃあここでいいんだね、はい、ちょっとヒヤヒヤしたね、あの看板の位置でちょっと分かんないなとか思いながら進んだ ね、 そうですね、ちょっと分かりづらい部分があったので、あったね、はい、そして犬に驚くしつこいようですが、はい、犬がまさかの鎖をちぎって駆け寄ってきてくれまして熱烈歓迎だったね。歓迎でしたね、歓迎だったね、ちょっとびっくりしたね。偶然クモモのお母様ともお会いしました。はい、おかみさんはね、はい、あのお風呂溜めてあるからねって言ってくれて嬉しいね、はい、早い時間ね、久々に元気もらいますね、はい、そして私たち一旦ちょっと、はい、あの新年庵まで行ってからということなので、はい、このまま、はい、後ほど来ます。本当だ、あの看板のところに書いてくださってますね。